形式図形式図国鉄9600系蒸機機関車は日本国有鉄道の前身である鉄道員が1913年から製造した日本で初めての本格的な国産貨物列車家人用のテンダー式蒸気機関車である九6訓六あるいは山親父と愛称され四国を除く日本全国で長く使用された国鉄において最後まで稼働した 蒸気機関車ともなった、透明な形式である。9600型という形式は、1912年度に12両が、試作された2から8から0、型加熱式テンダー機関車が最初に使用したが、本形式に形式を明け渡すため、落成後わずか3ヶ月で9580型に改められた。したがって、本形式は9 6 0 0系の2代目である。 本形式は1913年3月に先行製作された軸配置2から8から0型の加熱式テンダー機関車初代9 6 0 0系の欠点を改良すべく設計されたものである。明治末期の大型輸入機の設計を参考にし独創的な発想で日本の国情によく合致する性能の機関車となった。強気鉄道向け機関車としては従来は 搭載不可能と考えられてきた巨大なボイラーを大枠の上に過失を乗せてしまうことで搭載可能とした。そのため出力は上がったが、ボイラー中心高さは当時の狂気を蒸気機,機関車最高の 2591mm となり、重心位置が非常に高く、少林系の動輪もあって、常用最高速度は時速 65km と高速走行は苦手であった。 このような構造を採用すれば、重心位置が高くなるのは、設計段階から明らかであったが、あえてこの構造を採用したのは、同様の構造を採用していたプロイセン王国、ボルジヒ社製の 8850K の、使用成績が良好で、さらに同社の確信ある提言があったからに他ならない。実際、9600K の使用上、それが、 問題になることはなかった。設計当初は 8850K のように圧縁鋼板を切り抜いた膨大枠を採用する予定であったが、国内では製造することができず、やむなく従来通りの難鋼板製の板台枠式となった。初期の製造者では、ピストンバルブをシュミット社から輸入し、軸羽根も川崎造船所が輸入した貯蔵品を使用したため、 厳密に言うと標榜したような純国産とはいかなかったが、9618号機以降は、看板通りの純国産となり、設計も変更された。外観上、運転台下部のラインが、S 字形屈曲から、お辻形屈曲に変更されたのが目立つ。9 6 0 0系の特徴としては、左右通りのクランクピンの位相が、 通常の右先行型に対し逆の左先行型となっていることが挙げられる。これは動輪の釣り合い重りの位置をプロイセン製機関車に習って回転軸を含む平面で動輪全体の回転質量のバランスを取るクロスバランシングを取り入れクランクピンから180度の位置からわずかにずらす設計変更を行った際に右先行の場合は後ろに 左線行の場合は前にずらすのを設計者の太田、吉松が逆向きに間違え、それが当時の車両局長、朝倉喜一をも素通りしてしまったのが原因である。つまり、本来右線行で設計されたものが、釣りやよもりのずらし方を間違えたのを救済するために、左右動輪の位相を逆にセットし、左線行型として活かされたというのが真相である。製造は、 この異例の構造のまま770両まで続いたが、設計変更がなされないままでの生産続行の理由は判明していない。当時の日本は基礎技術力が低く、経済的にも恵まれた状況ではなかったため、容易に設計変更には踏み切れなかったと推測される。後に、朝倉は左足から負を進めるというので、武士道機関車と名付けている。また、 製造当時は、標準機への改め機構想があったため、標準機への改造を考慮した設計がされていたというのが通説であるが、朝倉屋島秀夫はこれを明確に否定している。満州事変中に内密に指令があった時、熟し箱と丹羽を大枠の外側に移せば、大枠を崩さずに済む簡単な方法を偶然発見した。これは、日市事変まで伏せてあり、 実施の時役だった。と二人は、自伝中で述べている。蒸気機関車研究家の薄井茂信はこれについて、後期改築論を変質的に耳にしていた、原設計者の太田が、ここぞの、隠し設計として、胸三寸に収めていたのではないかとも指摘しているが、真相は不明である。なお、9600型は、1918年に、 石炭を満載した10トンカ社75両を牽引して北海道室蘭本線を走行した。これは日本で蒸気機関車が最も多くの車両を連結した記録である。一般的な 9600K のテンダーは台車が三軸固定式の水タンク13立方メートル燃料6トン積載のものであるが最初に製造された9600から9617 の18両については、小型の水タンク9立方メートル、燃料2.5トンで2軸固定式台車であった。これは、東海道本線、三北五天場間、沼津五天場間の箱根越え区間の推進用として、設計されたためである。しかし、予定通り、箱根越え用に配置されたのは9610から9617の8両のみで、 9600から9609の重量は神戸鉄道局に配置された。その後に製造された9600型は前述のように三軸テンダーとして石炭と水の積載量を増加したため二軸の小型テンダーでは別運用を組まねばならないなど運用に不都合が生じるようになっていた。しばらくの間はそのままでしのいでいたものの 1923年2月から3月にかけ、高取工場で9600の9605の6両について標準タイプのテンダーと交換された。その時余剰となった二軸テンダー2両は同時期に高取工場で組み立てられていたロータリー式雪かき車、雪300系2両に連結されたが、後年不足を生じて大容量のテンダーに交換されたという。 残りの4両分については、水運車未160型となった。残りの12両についても、引き続いて交換が計画されていたようであるが、これらについては1925年度までずれ込んだ。この遅れは、1923年9月1日に、発生した、関東大震災によるものと推定されている。つまり、それどころではなくなった、ということである。 これらの改造については、テンダーを申請せず、既存の 6700K のテンダーとの振り替えによって実施された。テンダーを供出したのは、6704から6708、6728から6734であったが、その後の 6700K、B50K 同士のテンダー交換によって乱れを生じている。また、9608は、 戦前、二軸ボギー式テンダーを連結していたことが知られており、テンダーの交換、振り替えが長期間かつ広範囲に行われていたことが推測される。メーカーは大半が川崎造船所だが、汽車製造、鉄道院小倉工場で製造されたものもある。1913年を製造初年とし、1926年までの間に770両が、 量産された。この他に、三菱大夕張鉄道、夕張鉄道、美梅鉄道の自社発注や、カラフト町鉄道、台湾総督府鉄道向けなどに断続的に同景機が生産され、最終製造年は実に1941年である。カラフト町鉄道に納入された同景機五両は、 1943年の南カラフトの内地編入に伴い鉄道小石となり、79,670から79,674にカラフト鉄道向けに製造された細部の異なる純道計器8 0軽給料もカラフト超鉄道を経て79,680から79,688となっている。カラフト向けの14両を 鉄道省としての製造量数に含め、製造量数を784両と記載している文献もある。製造年度ごとの番号と量数は次の通り。80型は、カラフト鉄道に納入された、鉄道省9600系の純動系車で、給料全車が、汽車製造で申請された。ボイラー容量が、やや小さく、テンダーは二軸ボギー台車を二つ履いており、 運転台は体幹構造の密閉式となっており、当初から除、煙板を装備しているのが鉄道省のものと異なっている。また、カラフトの鉄道の仕様として自動連結機の取り付け位置が低い。カラフト町鉄道に買収された後、1943年、鉄道省に編入され、79,680から79,688となった。 D50 型は、カラフト町鉄道に納入された、鉄道省9600系の同系車で、5両が製造された。煙突前側に給水加熱器を装備している。運転台が、体幹構造の密閉型で連結器の取り付け高さが、低いのは、80型と同様である。1943年、鉄道省に編入され、 79,670から79,674となった。800型は台湾総督府鉄道に納入された鉄道省9,600系の同系車で1923年から1939年にかけて39両が製造された。こちらは鉄道省籍に編入されたことはない。1937年に D98 型に改められたが、番号は変更されなかった。太平洋戦争後に、これらを引き継いだ。台湾鉄路管理局では、DT580 型と改められた。戦後には、廃車の部品を組み合わせて一両が再生されている。台湾の9600系について特筆すべきは、本形式に先立つ1920年にアメリカン、ロコモティブ社スケネクタディ工場で、 同系機が製造されていることで14両が輸入されている。原型の板大枠を棒大枠に変更し、飛行士面積も増大されており、乗り心地や動坦の楽しさは本形式にまさっていたという。細部の設計もアメリカナイズされていたが、原設計を日本で行った機関車をアメリカで製造した唯一の例である。9600型は、 北海道の炭鉱鉄道を中心に同系機が製造されている。これは軸重が軽い割に敬引力が大きいという本形式の特徴が炭鉱鉄道の要求に合致したものといえよう。工術の払い下げ機とともに石炭輸送に従事した標準機上で運用中の教室機。79,632の番号が判読できる製造当初は 東海道本線などの幹線でも用いられたが、より牽引力の強い D50 型が1923年に、また D51 型が1936年に、出現すると主要幹線を追われ、全国各地のアカン線や支線に分散した。1929年に30トン積み師団車の走行抵抗を測定した上で、1930年に、 室蘭本線の運転列車で短期牽引の2000トン列車が設定された。出力の割には軸重が軽く運用線区を選ばないのが特徴で、このため1937年に日中戦争が始まると陸軍の要請により鉄道省の工場で標準機に改め機の上中国に送られた。 改造は1938年2月から1939年4月にかけて6時にわたって行われ、実に本形式の総量数の3分の1弱にあたる251両が供出されている。詳細は不明であるが、150両が河北交通でソリホ型、残りの一部が河中鉄道でソリロ型と称したとされる。戦後、河中鉄道から 中華民国へ引き継がれたのは80両であった。そのうちの10両が河北交通に貸し出されており、これら以外については日本陸軍が管理した戦区で使用されていたと推定されている。さらに1941年に4両が廃車となっているが、これらも改め機の上で中国に送られたものと思われる。また、1944年には6両が 輸送力増強のため、カラフト鉄道局に転属した。いずれも、日本の太平洋戦争敗戦とともに中国及びソ連に接収され、帰還したものは一両もない。中国に接収されたものは、KD5 型と解消され、さらに一部は1000ミリメートル帰還に改め機され、KD55 型となった。KD55 型は、 日本名鉄路局よろし両基無断に配属され、ベトナム国境に続く今川線にて1980年代まで運用されていた。本形式で軍に教室されたものの番号は次の通りである。下中、下北向け教室年月別量数は次の通り戦後は、北海道、九州の石炭輸送路線や、米坂線、宮津線など、 貨物輸送量が多かったり、急勾配を抱えていたり、するにもかかわらず、路盤の弱い路線を中心に使用された。特筆すべき点として、室蘭本線にて牽引力テストが行われた際、3000トンの超重量列車の引き出しに成功したことが挙げられる。使い勝手の良さ、レールへの粘着力、列車の牽引力において決定的な代替能力を有する機関車が、 なかなか開発されなかったため、古い形式でありながら、蒸気機関車の運用末期まで残った。歴史が長いだけにその形態は変化に富んでいる。キャブスソや窓の形状、自動連結機への改造工事後のバッファー穴や、空気制動化への改造によるエアータンクの位置など、個体ごとの変化が多い。さらに、四国を除く。 北海道から九州まで数多くの機関区に所属。これらの地域や事情に適合させるために、様々な改良、改造が行われた。テンダーの形状、デフレクターの有無や形状、煙突や蒸気ドームの形状や高さ、全消灯の増設など、そのスタイルは実に、バラエティに富んでいる。最後に残ったのは、室蘭本線追い分け駅近くにあった追い分け機関区の、 入れ替え用に使用されていた39,679、49,648、79,602の3両で、1976年3月2日に最終始業となった。そのうち79,602は3月25日まで、夕敢予備で残っていた。これを最後に、国鉄の蒸気機関車は保存用を除いてそのすべてが、姿を消した。 実動63年、最初期の標準型国産蒸気機関車として登場し、日本の蒸気機関車の終焉を見届けた最も、長名な蒸気機関車であった。この後39,679は、内部工場に、長期留置されたものの、保存されずに解体され、49,648は、中トン町のことぶき公園に保存された。 また79,600にも保存のため、追い分け機関区線形庫内に保管されていたが、1976年4月13日の追い分け機関区の火災により焼損し、解体されてしまった。文献によっては39,679、49,648も火災により消失したとの記述も見られるがこれは誤りである。 三菱大夕張鉄道のナンバー8本形式は、その特性上重量貨物列車の運転される、北海道の炭鉱鉄道を中心に払い下げられた。最初は1942年に、三菱工業美梅鉄道に払い下げられた69,603であるが、その後、1964年までに21両が旧車に払い下げられている。両数が多く、 蒸気機関車の最末期まで残ったことから生体保存機は全国各地にある。石炭貨物列車に使用されていたことから北海道、九州での保存が多い。車席のある胴体保存機はないが、猛火駅、SL96 艦の49,671は圧作空気による走行が可能となっている。新大阪駅に設置されている29,600の 同輪東京ともくくにある日本工業大学付属東京工業高等学校の機械科では 9600K の110スケールのライブスチームを実習教材として制作している。それも本格的なものでボイラーは労働基準監督署認可のものであり寄贈されたり貸し出されたりした車両は全国の施設で運用されている。学校生徒による運用は主に 目黒山祭りや学校のオープンキャンパス等で、貸し出しでは薄い峠鉄道文化村のミニ SL が有名。また寄贈車も存在して、ホビーセンター加藤東京店の2階に、旧仕様の9600型が展示されている。また、埼玉県大瀬町の大瀬梅林にも、期間限定であるが、かつて八高線を走っていた9600型を申したミニ SL が走っている。 1914年、川崎造船所は1、26の銀製の9600系の模型を製作し鉄道院に送った。戦前はこの模型は、神田の鉄道博物館1階ホールに飾られていたという。交通博物館閉館後は、大宮の鉄道博物館に引き継がれ、2013年の鉄道博物館第5回コレクション展模型でたどる。 鉄道紙において公開された。9 6 0 0系の製造順と番号の対応は、1番目が9600、2番目が9601、3番目が9602、100番目が9699となるが、101番目を9700とするとすでに、あった9700型と重複するので、101番目は万位に1をつけて19600とした。 その後も同様で、下2桁を00から始め、99に達すると、次は満位の数字を1つ繰り上げて再び下2桁を00から始め、という不満法とした。従って、100番目ごとに満位の数字が繰り上がり、200番目が19699,201番が目が29600となる。このため、ナンバーと製造順を対応させる公式は、 となる。例えば59,634であれば万の位の数字が5、下2桁が34となるので、製造順は500プラス34プラス1イコール535両目となる。中国国鉄 KD5 型蒸気機関車に関するカテゴリー。ありがとうございます。